どうも、ゆうチャンネルのゆうです。本日は今年初のプライズ品、こちらの方が出ましたので獲得していきたいと思います。まずですね、鬼滅の刃から村田さん。そしてドラゴンボールからマジンブー G マテリア。こちらの方。そして最後にですね、ワンピースから DXF フランキー。こちらの方ですね、獲得していきたいと思います。そしたら実践のスタートしていきたいと思います。はい、そしてまずですね、鬼滅の刃から村田さん。こちらの方からですね、やっていきたいと思います。久々にバランスキャッチしたいなと思うんで真ん中からちょっと狙っていくんですけど、どうなるか。あー、バランスキャッチちょっとやめますねまあ感じ的に奥側の方が重たそうやったんで、手前側ですね、左爪で狙っていって、これずり上げで持っていこうかなと思うんで、おー、いいですね。そしたら手前側を右爪で狙っていって、一旦これ手前側に引いてきてほしいんですけど、これでワンチャン引いてきてもらえれば、よしよし、いい感じにいったので、これでもう一発ですね、右爪で狙っていって手前側、これで銀のバーに乗ってくれれば、これでずり上げで完了なんですけど、持っていけるかどうか。おまさかですね、この動き、まさか斜めにはまると思わんだんですけど、まあこれでぐるぐるチャンスですね。さあ、これで持っていければ、よしよしよし、オッケー、いいですね。まあちょっと理想とね、ちょっと違いましたけど、まあよかったです。そしたらですね、鬼滅の刃、村田さん、こちらのフィギュアゲットです。はい、そしたら次ですね、ワンピースから DXF のフランキー、こちらの方ですね、やっていきたいと思います。こちらの方ね、めっちゃ重たそうなんですよね。まあジンベイと一緒のような重さぐらいがあると思うんですけど、おー、いいですね。まあこの形になったんで、奥側を払っていきたいんですけど、奥もしかしたら重たいかもわからんもんで、払えるかどうかですよね。あー、かなり重たそうですね。まあとりあえずもう一発やってみて、動かんだら一回初期位置戻すか。あー、ダメですね。そしたらですね、一旦初期位置に戻してもらったんで、次は右爪寄りでやっていきますね。まずこれで動きが逆になればいいんですけど、おお、いいですね。いやいや、いいっすよ。これで回していきますか、さっきと同じように。村田さんと一緒のように回していければいいんですけど、下が重いでいけると思うんですけどね。おお、まあ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 。そしたらもう一回ですね、一緒のような感じで入れていって、これで回しきってくれればいいんですけど、いいとこに入ったけど、持っていけるか？おお、まあまあまあ、この形、いい感じになったんで、一回手前のバーにかかるように、右爪寄りで手前持ってこれればいいんですけど、重たいどっていけるかどうかなんですけど、おお、いいね。いやいやいや、これは、いい感じにいったんで、奥側ずり上げですね。これで多分かかると思うんで、ただこれで失敗した時はちょっと怖いんですけどね。いや、やばいやばい。おお、まあまあまあ、よかった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 。そしてもう一発ですね、もうちょいですね、手前側でも良さそうなんで、もうちょい手前側、これで持っていってくれればいいんですけど、よしよしよし、オッケー、よかった。マジで怖い怖い怖い、めっちゃ怖いんですけど、あ、思った結構重いですね。そしたらですね、ワンピース DXF こちらのフランキーですね、こちらの方ゲットです。はい、それでは次でですね、ラストにしますね、ドラゴンボール Z から G マテリア、マジンブーですね、こちらの方やっていきたいと思います。いや、こちらのシーンですね、めちゃくちゃ僕好きなんですよね。まあ今回はですね、縦ハメで持っていくような感じで持っていくので、まあ次ですね、右奥ですね。これでハマってくれたらいいんですけど、おー、いいですね。いやいや、いいっすよ。これで回していこうか。今回ちょっとね、斜めに入ること多いですね。これで回るかどうか、いい感じにはいっとるけど、あー、やっぱり箱がでかいですね。そしたらもう一発で狙ってみて、これでもし回りきりやんだら、ちょっと一回倒していくような形で持っていくか。あー、ちょっと難しそうなんで倒していきます。とりあえず一回真ん中ぐらい持ってみて、おー、いいですね。これでハマってくれ、一回、よしよしよし、いい感じいい感じいい感じ。
そしたらこの形になったんで左奥狙って奥の銀の場に乗っけていくような形で持っていきますね。乗っていければよしよし、いい形に持っていけそうなんで、もう一発ですよ。左奥狙ってこれで銀のバーに乗っけていきたい。持っていけ。毎回今回こんな感じになるんですかね。いやいやいや、まあまあとりあえず斜めになったんで、これでぐるっと回していければ一発でいけ、いけ、おお。まあ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 、この形ずり上げ持っていきましょう。手前側開けたらいけると思うんですけど、あとは重心次第。持っていけ、おお、いいねいいねいいね、いいよ。そしたらもう一発ですね。これで奥へ送っていければいけるはず。ちょっと手前すぎたか。おお、いい感じになりましたね。もう一発ですね。あともうミリやと思うんで、これでいけるんちゃう。いけ、あー、そしたらもう一回押してみるか。左爪で押してみます。うわ最悪や。ちょっと待って待って待って、やめよ、やめてよ、やめてよ、変な動きだけは。あー危ない危ない。そしたらもう普通に上げた方が良さそうなんで、で若干ですね奥側に狙いを定めたら多分いけると思うんですけど、よしよしよし、オッケー。いやいやいいね。いや今のねバーちょっとずれたんですけど。そしたらですね G マテリア魔人ブーこちらの方ゲットです。はい、そうですね、本日は鬼滅の刃から村田さんこちらのフィギュアと、ドラゴンボールから G マテリア魔人ブーこちらのフィギュア、そして最後にですねワンピースから DXF こちらのフランキーのフィギュア、こちらのゲットいたしましたので、うちに帰って開封の方ですねしていきたいと思います。よろしく頼むぞ。はい、そうですね、うちに帰ってきました。そしたらこちらのワンピースからフランキーこちらのフィギュア、そしてドラゴンボール Z から G マテリア魔人ブー純粋ですねこちらのフィギュア、そして最後にですね鬼滅の刃から村田さんこちらの方開封していきたいと思います。まずフランキーですね、こちらの上を開けていきたいと思います。はい、上の方ですね開けていきました。いやー次回入れなんですけど、めちゃくちゃでかいですねやっぱりね。まあジンベとどっちがでかいかなって思うんですけど、まあ今回ですね多分 DXFこちらのシリーズね、多分最後やと思うんで、まあ、全部並べていきたいんで、そこでね、確認していきたいと思います。さあ次ですね、ドラゴンボール Z、魔人ブー、こちらの開けていきます。はい、上の方で開けていきました。まあ、こちらのね、G マテリアシリーズは、こういう形で、ね、最近こういう風に買い取ること多いですね。まあ、確かされたはずです。そしたら次ですね、鬼滅の刃、村田さん、こちらの方ですね、上開けていきたいと思います。はい、村田さんの方ですね、上開けていきました。まあこちらの鬼滅のシリーズはまあどっちかっていうと箱を表か裏かっていう感じの入りですね毎回ね。さあ次ですねワンピースフランキーこちらの方ですね出していきます。はい、フランキーの方ですね出していきました。いやーこれがね体の部分になりますね。でこちらが土台と顔ですね。でこちら最後にですね腕の部分ですけどくるまれておりますね。まあまあまあ、組み立てからちょっとね、おっきいのはわかりますよね。そしたら次ですね、魔人ブー、こちらの方ですね、出していきたいと思います。はい、魔人ブーの方ですね、出していきました。いや、これはクオリティ良さそうっすよね、めちゃくちゃ。いやいやいや、マジでいいっすね。そしたらですね、次、鬼滅の刃、村田さん、こちらの方ですね、出していきたいと思います。はい、そしたらですね、こちらの方出していきました。いやー、村田さんっすね。いや、村田さんっすねっていうのはよくわからんすけどね。そしたらですね、こちら3体、組み立ての方、していきたいと思います。
はい、そうだぜ、こちら3体、組み立ての方、完了いたしました。いやいやいや、今回いいっすね、めちゃくちゃね。特にフランキー。そして今回獲得したフィギュア、こちらになります。いやー、いいですね。そしてまずフランキーから見ていきたいと思うんですけど、いやいやいや、これは重たいし、めちゃくちゃいいっすね、やっぱり。まあ、ジンベイとどっちがでかいんかなって感じするんですけど、まあ、そちらに関してはまた並べていきますね。で、次ですね、魔人ブーですね。いやいやいや、これはクオリティっすよね。この地球を破壊するような感じのやつね。このシーン、めっちゃいいっすよね。で、最後になるんですけど、鬼滅の刃から村田さんですね、こちらの方。いや、村田さんもね、村田さんしかね、名前ないんで、下のね、名前がないんすよね。まあ、設定上なんだと思うんですけど。そうだぜ、先ほど言っとった、ワンピース DXF、こちらのシリーズね、並べていきたいと思います。はい、そうだぜ、こちら、ワンピースフィルムレッドシリーズ、こちらの方ですね、並べていきました。いやー、いいっすよね。でね、先ほど言ったジンベイとフランキー、こちらどっちがでかいかなって感じするんですけど、見た感じはフランキーの方がでかいんかなって感じしますね。で、先ほど持ったんですけど、重さもね、あんまり変わらんかなって感じしますね。なんで、フランキーの方がでかいんかなって感じしますね。で、こんな感じでね、全部ね、一応並べていきましたね。いやー、やっぱいいっすね、ワンピースシリーズはね。いやいやいや。で、多分これで、フィルムレッドシリーズも終わると思うんですけど、もしね、また出たら、撮っていきたいと思います。といったところですね、本日の動画はこれで終了したいと思います。少しでも良かったら、チャンネル登録、高評価、通知、コメント、よろしくお願いいたします。